あ、お疲れ様です。どうも。あ、今日どうしますか。今日どうしますか。いや、特にないけど。特にない。バイトしに来ました。そうなんですよ。このちょっとね、今注目の工具が入ってきたので、早速、まあこのマウントもあるので、噂のどんな感じかちょっとつけてみます。結構これちっちゃいんですよね、思ったより。多分みんなが想像する半分ぐらいだと思うんですけどね。ちっちゃい。なんか。携帯。この、あ、開けた。これが、iPhone の10と比べて古い。まあこう。おお。まあそうするんです。はい。じゃあこれですね。いや、今日早速これ昨日の問い合わせがあって入荷したら。アップしますって言ったらちょっとアップした途端ちょっと来店があって売れちゃいました。店頭に並ぶ前に売れたという、もうエレファントサイクル始まって以来の最速アイテム。待ち望んでた、まあ、SNS で今話題の、じゃあやりましょうか。多分右につけるより左の方がいいんじゃない。まあそれかこっちつけます。なんかちょっと、それかどうしたいか、見せたいかどうかですね。これを見せる。あ、でもこっちの方がいいかもね。こっちのこ引っかかなんか外とか、まあ、引っかかったらまあそれでネタとしても。僕はなんかこっち左のこっちか左のこっちかなんですけどね。あ、じゃあ左の縦にしよう。こっちにしよう。おお、上級者。上級者ちょっと店が今絶賛狭いんで。よし、また狙ったかのようにこのシートクランプがブルーっていうね。あ、センスがいいね。センスがいいですね、この自転車。何のか分かんないけど。はい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 。あ、これでやっちゃえばいいのかなと思って。そう。せっかくこれ。じゃないの。いや。そう、あ、こっちの方が使いやすい。この長いやつよりも。そりゃそうでしょう。で、これをこう出すことによって、ぴょこって出すことによって、この横に、ま、力がかかりやすいけど、結構しまっ、おお。あ、全然使いやすいこれ。あ、そこの横のやつでできるんだ。はい、曲げなくてもそこに力がかかるってこと、ね。そう。そのクリ90度にしなくても。はい。あ、錆びます。じゃあ後でグリス。長年の蓄積。蓄積。あ。おお。そうなんだ。え、でしかもここが。これもあれ？これ6mm。これ6mm。なんか今日ツイッター見たら何かここに何かをつければ何かできるようなこと書いてましたけど。ああ、何かが、ね。何かが。ね、ちょっとグリスとかついで汚いから。誰の自転車が汚いから、もうそんなことお客さんも言えない、汚いとか言えないですよ。僕すぐ口に出るから。経営は大事だね。本当にそうです。そうそうそう。何もしてないからね。まあでも本来そういうもんですよ、自転車って。まずこうやって、あ、しかも穴の位置が2つあります、これ。多分外側にするか、でも内側にした方がいいですね。そこはお好みで。ここはお好みですね。多分ロードバイク系だから、こっちがいいんじゃないですか。お、すげえ。工具をつけるマウントをその工具でつけるみたいな。おお。これで工具忘れないね。そうですね。これはどうするんですか。ほぼ常に持ってないっていう。いやでも落ちるかちょっと心配ですね、これがね。でもなんかあのどっかの位置さえ間違えなければ落ちませんで、ツイッターで言ってました。どっかの位置も。どっかの位置を、まあ、自分各自で探りながら。あ、確かにこういうとこにすごい使いやすい。ああ、なるほど。
今でも思ったんですけど、うん、僕が今これやってるんですか、うん、桜井さんこれもし使い方分かんないから一生使わないんですか。いや使う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 ここにつけて終わりじゃないですか。あしかもこういう向きでもこうそ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 う、それがね便利だ。おお力がかかる。おおそれでこう畳んで刺すと、いやちょっとこれ向き向きこうなんかちょっと頼りないですけど、えん？ん？向き？ツイッター見る？ツイッター見ましょうか。少々お待ちください。ちょっとツイッター。え？いやこれあれよ。みんなこうなるから。こうなるからもうエノモンさんさすがみたいな感じで。まあ北沢さんのミス。そうそう。北沢さんの。ちょっとスカスカ感があったので、あこうつけてますね。だから文字がこうくるようにこう、あこうね、ちょこれ覚えとかなきゃいけない。俺がいや忘れた。使って、あ、文字が外に来ればいい。文字が外に、あ、ここ。あ、今パチ溜まりました。なんかちょうど隙間がに。あと上下もあるのね。縦の。そうですね。いやもうここでもはまってますこれ。はいはいはい。これもこうなって。こうこうでこの字を。そうそうそう。このかっこいいところを外に向けて、そうかっこいい。で、なんかちょうどいいところさっき買って、あ、そう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 。あ、これだ。はい。ここだ。はい。出た。あ、これ外れないね。出たって。何が出たんですか。よし。おお。これだ。これいいですね。いいね。でも今度こっちも使いますよ。ああ2つ2つ予備で忘れた時用にそれあもう一個あっちにつける、もう一個ああこれでいいじゃん、いいじゃん、これで絶対忘れないじゃん。おお完璧ですね。バッチリ、はい、戻します。ということで、どういうことということで設置完了、設置完了です。これ持った感じ軽いんですよね、これ肉抜きしちゃって、うん、まあこういうとことかそうやりやすいんですよ、こう細かい部分とか、うん、このこうなるからこう、すごい、これよく考えたなと思って、これ意外と使うんですよ、このギザギザ。それ何、ディスクブレーキのあの取り付けのボルト、あまあこういうとこをこう締めた、まあ向こうですけど、これまさにクリスキングのブルーですこれ。いや、いいわ。あ僕のマウンテンバイクでいると思う。これがなんと1本、何円かするんですよ、まあ、大きな声で言えないんですけどっていうやつです。次回入荷は今日が11月30日の水曜日で、さっきメールで注文したので12月の今週中には来るんじゃないですか、金曜日。あ、いいです、クリスマス、いいですね、クリスマスプレゼントにって言っとけばなんか、ね、自分へのプレゼントにどうでしょうか、はい、これ今度あれですね、こうずっとつけてみて錆びるかどうかも検証したいですね。錆びないんじゃないの、錆びるのこれ。いや、わかんない、錆びどうなんですか、そうなの、わかんない、まあそれはまあこの錆びても使えればいいんじゃない、使える。それは多分この人がそれ実証してくれるんだまた長年かけてまあ多分ずっとそこにつけてると思う。いや、あの BB とかもまあこれ一回外したんですけど、うん、結構ゴミがすごくて、だって、うん、あとここの BB 外してゴミがすごくて、あと車輪外してもなんかまあプーリーのところのその汚れがもうすごくて、とにかくすごかったっていう。あ、ってことは手入れしてるないか、まあよく乗ってる証拠なんで、まあ自転車喜んでると思いますけどね。
たくさん乗ってあげて乗ってあげてください。これでもうメンテナンスすれば、もみじ式のクロスも乾燥できるし、あ、昼ぐらいも行けるし、もう完璧です、うん、以上です、はい、またこの錆びたのはまた来年ぐらいに取れればいい錆びるかどうか分からないけど、まあいい工具なんでぜひ皆さんも気にしてみてください、ね、はい、はい、おお。